やっぱ一生に一度の式、うん、まず最初の式っていうのは、うん、記憶に残ってるの小学校の卒業式とかじゃない、うん、卒業式がすごいなんか今すごいイメージ、はいはいはい、うん、式といえば式といえば卒業式の小学校なんですけど、うん、小学校6年間、うん、もう本当にちっちゃい学校なの。90人も全校生徒いないぐらいの、うん、もう同じ学年12人しかいない、ずっと一緒っていう、うん、もうめちゃくちゃ悲しくて、うん、こんなとこ離れたくないと思って、うん、もうみんなバラバラになっちゃうから、うん、やだやだって思ってたら、うん、式中になんか まず真っ白なもやがファーって出てきたんですよ、うん、ここら辺に、うん、でみんなで通ったなんとかかんとかって言ってる時だったの、うんうん、マジ煩わしいと思って、うん、なんだこれはと思ったら、うん、急に次の瞬間に砂嵐がザーってなってきて、うん、ってなった時にはもうパッて目開けたら、うん、はいはい、みんなが上から見てて私を囲んで貧血な、そう、え、どういうことだろう、そう、脳貧血っていう、うん、脳に血がいってないっていう、うん、でもめちゃくちゃそれまでは血引いたことなかったんですよ、うん、あのめちゃくちゃ血濃ゆかったから、うん、でも血濃ゆかった、泣きすぎたら血なくなるんやって思って、むちゃむちゃやなむちゃやな泣きすぎたら緊張とかで、なくなる、うん、まあまあ緊張とか精神状態もあるよね、貧血は立ち止まりますよね、泣きすぎると頭痛くなる時あるもんね、うん、なる、私 あの、うん、小学校の時の卒業式の予行練習みたいなのあって、うんうん、歌歌うやん、うんうん、みんなで 歌の練習してて、で横に山本っていう男子がおって、うん、もう普通の子やねんけど、うんうん、でその山本がなんか歌を歌ってる時に それこそ貧血で倒れてんけど、うん、なんかねこのまま倒れてんやんか、この前に、うん、で、うん、あの前のこの椅子に、うん、まあ、なんかこういう状態に、うん、あ、引っかかった、こういう状態になったまままだ歌ってた、めっちゃ怖い、怖いなそれ、ほんま、まだ覚えてんもんそいつの顔が、ほんまま怖い、ビリーブっていう歌、うわベッドエヴァ、そうそうそう、いや怖い怖い怖い、ビリーブ、アイビリーブフューチャーってここでサビのとこ、やだやだめっちゃ怖かった、ほんまホラーやった、もう私の目に映ってる光景は、もう貧血でも歌ってたんだ、でも気づいてない、倒れてることに、うわ、怖ないですか、めっちゃ怖っ。